とうございます。盆栽の里フェスタ2023があるということで、盆栽Qさんの方のチャンネルでね、僕いろんな園をご紹介させていただいてるんですけども、今日来てるのは松田青少園さん、そこの何代目になるんですかね。なんか言うには4代目っぽい。あ、僕と一緒かもしれない、うん、4代目の松田光雄さん、よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いいたします。お邪魔して、松田さんちは結構いっぱいものが、盆栽いっぱいあるんですが、雑多に置いてるね、はい、うん、まあこの、まあ、たまにね草が生えてたりこう、そうそうまあるんですけど、これもまあ理由があるはあるんです。松田さん、その盆栽もものすごく お忙しされてるんですが、特に冬なんかはもう盆栽業というよりかは、うん、輸出業というようなね、うん、そっちの方がメインになっちゃうんで、ね、もうかれこれ20年以上ぐらい、盆栽の輸出自体はもう本当に50年ぐらい前からやってるみたい。あ、そうか、お父さんの代から50年、うん、だけどまあメインでというか、それが冬場を通してっていうようになると、ここ20年ぐらいですかね。僕も昔ね、うん、寒い時期ちょこちょこ手伝いに、うん、そうそう手伝っていただいて感謝しております。いやいや、そうそう、20代前半ぐらいの時で、盆栽の輸出、その台湾の方がほとんどですかね。うん、台湾の方が多いです、ほとんど。その台湾に送るための作業を、まあ、1月間1ヶ月弱ぐらいお手伝い、すっごい寒くてね、水ばっかり使うんでね、うん、指先つま先がもう冷たいじゃなくて痛いというかね。そうねそれ輸出する木の根っこを洗うから。うん、そうですね。だから台湾の場合は土を全部落とさなきゃいけないので、やっぱりそういう風な形で、まあ、水圧で落とすっていう作業。それも冬にやるんですね。そう、うん、まあ休眠期にやるっていう、うん、かなり厳しい作業になりますね、全部土を落とすとなると ね。だから寒い時期じゃないと難しい、うん、とにかく数が多いので、その時間にでも、もうこの前にも言われたよ、ね、お前もう少し減らせ尋常じゃない、手が回らんだろう、うん、でちょっと木をいろいろ紹介していただけると、はい、そうですね、まあうちだとまあ何でもかんでも売っちゃうんで、残ってる木っていうと、まあこれは埼玉大会でデモンストレーションさせていただいた時、御用松、まあ地元のね、いわゆるジニアトフタっていう種類の木なので、すいませんね、申し訳ない、若い子が針金かけたんが枯れちゃって、うん、本当に申し訳ない、一生懸命頑張ってんのね、まあこのぐらいかな、他にはもうないしね、まあ、一生懸命やってる、今は一生懸命、まあ、こういうのとか作風店から出したりね、なるほど、うん、まあ、手入れたりしてます。まあ錦松を、ここ何年かずっと出し続けてます。どうしてもね、錦松いうと国分寺木梨あたりでは、まあ、錦松で家が建ったっていうね、うん、今日は40年とかはもうボンボン売れてたんだけど、枝が枯れるから言って、あ、盆栽ブームとともに凋落していった樹種です。まあなんですけど、結局この雅な姿っていうのは非常に皮がね、錦小でこれいいから、はい、まあこういうのを出していって、まあちょっとずつちょっとずつみんなに見ていただくことによって、また錦松、うん、ね、黒松、新白と、もみじとかっていう中に、なんか錦松でも、みやびな感じでいいよねっていうような感じになってくれればいいかなと思います。まあ、基本的にこれ、針金かけないからね。ね、うん。ちょっと勝手に垂れ下がるような感じですもんね。そうそう、うん、だから、針金かけようと思っても、このぐらいしか、羽があるところは、これに羽がついてるだけなので、うん、基本的にはもう鉛筆の芯か、そのぐらいの幹の太み。こういうところでも結局はこの中の部分でいうとどうなんかね、この辺がもうかけれないとなっちゃいそうですね。そうね、うん、黒松みたいにビュンビュン上いかないので、うん、意外とハサミだけでね、うん、まあまあ枝は綺麗に落ち着いてくれたりしやすいですね、うん、どこまで行っても羽がいろいろついても、まあこのぐらいまでですね、鉛筆まで太いのはないと思うんで、枝のね、羽があるんだけど、こういう風にして羽がこうどん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 成長していくんだけど、この中自体は一緒なんですよ。だからこの細い枝がここにあると思ってくれたら、細い枝がもう全部なんで、植え替えする時に結局黒松ってこんな大きいからもう全然大丈夫やと思ってこう上上げるじゃないですか。そうすると結局この細い枝があるだけなんで、
だからすぐポキッと折れて全部枯れちゃう。なるほど、枝が落ちちゃう。そう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 、ね、枝がねやっぱりこうやって茶色くなって枝落ちするっていうのがあるので、ニシキマツっていうのは基本的にまああんまり枝を触るとこの太みから言うとものすごくこう枝に力がありそうなんだけど、実際は1センチのぐらいの骨で筋肉が全然ないですよっていうような樹種なんで、それが分かってたらものすごくやっぱり楽しいし、まあ面白いと思うんだけどね、こういうなんか自然の造形美でね、こういう風になるんで、そうですね、うん、羽が出てくるんで、うん、まあそういうのも含めてね、啓蒙活動も含めて、うん、まあ頑張って出そうかなと思っております。なるほど、はい、地元のためにすごいこう、うん、表立ってねやっていただける、田んぼにも容器あるからね、そう売らないか、そう、うん、錦松をもう何年も出してるってことですか？うん、もうね3年出したかな、うんうん、だからあと 2,3 年は最低でも出したいよね。なるほど、うん、これは確実に高松盆栽のためにされてます、ね、うん、完全に。そうなんやな、ありがとうございます。いや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 、うちにはまだ何百本かあります、まあ、あれやろ売りだよなそのために普及活動というか、う、うん、作文に出し続けてる、ね、うん、そうそう、花場に人が伝わってます、そこはすいません僕が言ってるね、うん、いい、まあ大体ね、まあ皆さんとこ見ていただいて分かるけど、こういう五葉松と黒松、ここがね、アメリカに輸出するための施設、サツキですか？サツキと五葉松を中に入れて、これで2年間このまま2年このまま2年育て続けて、植物保育所さんの検査を受けご指導のもとに2年間。根を洗って入れて2年。いや、根は一応どうなんかな、洗わんでええようになったんかな、今な、ヨーロッパのね。国が違うから。そこまでは、でもやっぱり線虫検査はしますね。線虫っていうのは、線、直線の線とか、線に虫と書いて、そうそう。ぐにゃぐにゃしたようなね、うん。ミミズのちっちゃいやつみたいな。そうそうそう。それがおると、あれなんでか知ってる？あれ芋とかジャガイモとかああいうのに影響がある。線虫検査とかってああいうあの何、植物防疫自体は食料を、自国の食料を守るためにやから、うん、あ、盆栽とかじゃない？あ、そうか、食料を守るためにこの盆栽に何か変なついてこられたら困るからと言って、そういろいろ条件をつけてる。そういうこと、そういうこと、そういうこと。だからそこだけが分かっとらんかったら、うん、なんで俺植物でどうこうって言われても、はい、いやいや盆栽はもう少ないんです、はいはい、うん、だからそういうのがすごい難しいところを、まあ、いろいろ勉強されてすごい輸出されてる、うん、そうですね、はいはい、こうやってヨーロッパの場合なんかはこうやって50センチ以上乗せて、地面から、うん、地面から地面から、こっから、こっから、だからこうやってやって、でこれで出荷するやつ。だからまあ最近だとよくあのマクロ盆栽みたいにして言うんだな。これ庭木じゃないですか？まあ日本だと庭木でしょ。そうですね、うん、作ってね、でっかい鉢の中入れますね、納豆にかしてね。そう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 、うん、結局これにしても庭木なんだけど、規則としては50センチのところで以上上げてやってたら植物は一緒なんだから関係ないよねって感じなんですかね。ニシキマツも大体この長さで2メーターにもならない。ニシキマツそれでもやっぱここしかないからね、行き道はね、うん、色が変わってるとこだけですし、ね、これ、うん、ここしかないから、こんな細いんですね、うん、だからもうすぐ折れてしまいますよ。これとかでも足細いから結構怖いですね、うん、これがね、どっちか言ったら山錦っぽいですよね。もともとここ黒松なんだけど、そのうちになんかこうここで継いでるのかどうか知らんけど、山錦だったらこっからその錦化してこういう風にして枝になってる。これがなんか山にあったんな、そこの山。ああ、そうなん。山に植わってたんですか？山に植わってた。で、それを継いで、やっぱり錦化するみたいね。おー、うん。だからそれの、ここの、これが細くないのが、いわゆる岩石症。うん、ああ、うん。だけど岩石症やから、ぎゅっと曲げても、うん、大丈夫やん。松ってそのちょっとの差ですよね。名前もついてるけど、うん、その名前で流通させてるだけで、そう、うん、だから この羽がちょっとちっちゃくなってグググッとなって、その中が太かったらなんか断絶しちゃうのは、うん、私はイメージがあるけどね、うん、だからもう一つそれをしていたらちょっと荒川症とかね、そうそうそんな感じで、うん、
だからそのちょっとの差で行き切ったら錦松で、うん、だんだんそうなんよね。こんなもあるんやけどね。これ中見えない。これ錦松ですよね。これ錦松。中見えない。これ強そうだな。見えない何も。見えへんでしょ。昔はね、錦松はね、1万種類は最低でもあった。え？今種類何って言ったらわかる？なんか赤目、白目ぐらいやろ。極光とか。極光。あと国宝、まあまあ、夢錦もそう。ああ、そう、夢錦よね。うん、そのぐらいしかわからない、うん。昔はいろいろあったよ。さつきみたいな。だけど、さつきなら花が咲くからわかるやん。そうですね。だけど、何が違うんかが今ではわからない。名前つけたもん勝ちみたいな。だけどな、あの昭和の前とかさ、夏系みたいな感じで宴会までしようかって。わざわざ。わざわざ。みんな読んで。御用松と同じ感覚ですね。そう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 、あの番付もあってね、昔だって八つ房番付みたいな五重松でも今でもたまに見るじゃないですか。当然いっぱいあります。ああいう感じで錦松もやっぱ番付みたいな。あ、今はまあこういうヨーロッパに出せるような五重松、ね、東京都市ではね、これね、うん、ヨーロッパに出すこういう札がね、ありますね、ここない、ないと。これやっての2年以上ちゃんと、まあ悲しいかな。そうそう、悲しいかなね。日本の盆栽界が、まあ、盆栽級さんみたいに頑張ってやってくれて普及してくれたらいいけどね。任せます。ありがたいことをお願いします。錦松分頑張りましょう。商品で作ってもらえるとあ、結構あるよ、商品は。うん、ありましたね。面白くなると思う。うん、ペンは使えるのかな。ただ手入れとか育て方が分かんないから、それはもう北谷さんの。ああ、それはもうそういうような格好でね。錦松、あ、それ錦松あんまりやってないですね。一番やんなきゃいけない人は。そうですね、錦松のちょっと動画をちゃんと作ります。高松のでな。そうですね、特産品で黒松、五葉松、錦松で入ってないから、ね。そうですね、やります。やってみてください、はい。これなんかはどっちかというと錦松っぽいけど、ちょっと岩石賞っぽいんかな。いや、山錦なんかな、これなんかは。うん、ちょっと違いますね。うん、さっきのほど皮がこう皮が来てないやろ、うん、だけどやっぱりこう枝がやっぱりこう細いから、うん、もうここだけやからね。こんだけ、もう本当に いかにあっても 2センチぐらい、1センチ、1センチもないね。こんなにあってもそんなもん。だから気をつけんと、こんだけ太いから余裕で持てるやろうと思ったらすぐポキッて折れるもん。一緒でしょ、大体ね。こんだけしかない。結局植え替えの時にやっちゃうんですよね。そう、植え替えの時にやるんで、うん、まあ本当にそういう意味では石突きみたいにして自然にこう根が更新できるようにしてる方がいいと思う、うんうん、この石突き、さっきなんかあっち僕見えましたけど、なかったですかね、石突き。あったあった、ね、それそれ、そんな感じで石突きにしてたら根がほら鉢の中だとぐるぐる回るけど、鉢でないとそのまま空気に触れたらまた中から根が出るやん、うんうん、だからまあそういう風にしてやってるとこんな面白いと思うけどな。みやびな感じはすると思うけどな、うんうんうん、まあ楽しんでみてください。錦松おすすめですけど、はい、私はね、買ってください、田んぼにたくさんあります。うちにもあります。ちょっとうちのでかいですけど。でかいよな、みんなな。けどだいたい1メーターぐらいまでやる。トマツね、来たらいっぱいありますけど、関東だとあんまないですからね。そうですね。そう、昔はどんどん出たん、うん、うん、みんな錦松でどんどん お土産にしてたんだけど、全部みんな枝が上がって枯れる枯れるって、うんうん、黒松よりやっぱ枯れるんじゃない、うん、なるほど。これ古くてええやろ。いいですよね。こ、う、れ、ん、こっから作るのなかなかこうセンスないやつ。これ大変やで。グラフィアを描いてる。黒か。本人に行きたいから行くか。そうですね。これも全部これですよ。こんなに。すごいですね。これ錦。錦松。だけ向こうは黒松。向こうは黒松、うん、これ一部ですからね、松田さんの商品。ららららで、こっちもこっちもそうです。こっちもそうなんですか。そう、こんなしゃべるかもしれない。結局あれやな、その他の盆栽さんと違うとこ言ったら4本4本持ってこってこう、うん、
先でするような道具しか使わない。そうそう、持てないよな。今の時期は使ってない。ここ？ここ。冬になると最後フル稼働みたいな。フル稼働ではなくなってきたな。だいぶ落ち着いてきました。だいぶ落ち着いたな。やっぱり台湾なかなかやっぱり。他の業者さんもするみたいやから。あ、うん、これ下池になってるんですよね。そうそう、ここにでクレーンで、クレーンがここに来てこれこっちで土をダボンとつけて、昭和なんすけて池になってるんですか、こっちも。うん、池いうか人工、まあ、うん、貯水池みたいにして、ここをダボンとつけて、でここで土を落とす。これ向こうで仕上げる。もう今の現状だったらでもようわからん。その方がええでしょ。わざわざ作ってすごいですね。そこで若かりし頃にやってたんですか？ここでまた違う場所でやってたんです。さっきのお家の方で僕は小さいのやったり、うん、また違う土地でね、そうそう、大きいのやったり、うん、いろいろです。いろんなとこで、うん、場所がいるから。寒かった。寒かった。これも輸出の、これは送るんですか、そのうち。うん、これはまた送ろうかなと思ってるんだけど。まあこういう鉢、日本の安い鉢でもさ、はい、中国のやつでも高いやろ、今。相対的に高くなってるやん。はいはいはい、日本のこの安い鉢の方が、相対的に安なったんやな。変わってきちゃったやつ、ね、日本のものが中国に輸出。そうそう、だからで、そういう風にして安くなってるから、まあ、ああやって鉢に売ってるやつから出るんだけど、まあ中国鉢も今作ってるけど、まあ駆逐されたよね、日本の鉢はね。常滑はどうにか頑張って、ああそうですね、うん、やってくれて、本当に技術の高いところ。そうそう、うん、だけど他のところはもう完全にやられてしまったよな、はい、仕方ない。今日はなかなかといろいろ見せていただいてありがとうございました。申し訳ございませんでした。ありがとうございました。また何に謝ってるんだろうって。松田さんちのね、品物も盆栽の里のフェスタに。そうですね。並びますよね。うんうん、盆栽の里フェスタ2023が10月28日土曜日と29日日曜日にありますんで、まあ、ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、では、今日はどうも。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、人間失格だだよ。いや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 。頭の下げる時間が長いから僕もちょっとびっくりした。